メルローズは、スコティッシュボーダーズの行政教区。かつては、ロクスバラシャーに属していた。スコットランドゲール語で、樹木のない出現地を意味する。エイルドン地区委員会に属する。この町の名は、初期の記録では、メイルローズとある。これは、旧世紀に破壊された、修道院に残っていたベーダの文書によるものであり、ツイード川の屈曲部について述べた箇所で登場している。また、 メルローズという名称は、アングロサクソン年代期にてメイルローズという名称と共に記録されている。中世末期、修道院が現在の位置に再建された際には、視覚的な語呂合わせとしてメルとローズを組み合わせた衣装が、死闘会から検定された。メルローズには、メルローズ修道院があり、12世紀初めに、デイビッド一世が死闘会に命じて再建させたものである。 この修道院はイギリスで最も美しい修道院遺跡の一つであり、スコットランド王ロバート一世の心臓が埋葬されていることで知られている。発掘作業では封印された棺の発見まで至ったが開き棺までは行われなかった。この棺は実際には発掘作業に関わった高校生らによって発見された。この棺は 鉛理に密封した上で、修道院裏のふさわしい墓地に再埋葬された。修道院の遺跡は、スコットランド歴史局によって保護されている。近隣には、ローマ帝国の要塞トリモンティウムや、ドライバラ寺院がある。メルローズの周囲には、ダーニック、ガットンサイドーニューステッド、リリーズリーフ、ボーデンといった小村がある。メルローズは7人制ラグビー誕生の地として知られており、 ラグビーワールドカップセブンズの優勝カップはメルローズカップと呼ばれる。メルローズの地域ではラグビーユニオン競技が最も普及しているスポーツであり、ラグビーユニオンのチームであるメルローズ RFC が本拠地としている。メルローズ RFC は1883年に初の7人制ラグビー大会メルローズセブンズを開催し、現在まで毎年大会を開催している。 その他、メルローズゴルフクラブがあり、9ホールのゴルフコースを有している。 町の端部であるエールドン丘陵の裾野のに位置している。またメルローズクリケットクラブがボーダーズ総合病院の隣に位置している。毎年6月にメルローズ祭りが1週間にわたって開催される。この祭りでは町で最も長く暮らした男性をメルロジアンとして任命し、また女王と自重を地元のメルローズ小学校の児童から選任する。メルローズは 毎年6月に開催されるボーダーアッツブックフェスティバルの開催地であり、2005年のフェスティバルでは俳優マイケル・ペーリンと作家ジャーメイングリアをゲストに迎えた。2006年には作家アン・ランキンと芸人ロリーブ・レムナーが登場した。メルローズでは毎年エイルドントゥ・ヒルズレスというクロスカントリーの大会を開催し多数の選手を集めている。 またメルローズパイプバンド選手権を開催し、世界中の感覚起草者が参加している。メルローズのタウンハウスホテルにある壁飾り。オーストラリア人の作家キャサリン・ヘレン・スペンスは、生まれてからの14年間を、現在はホテルとして使用されている、この建物の一室で暮らした。ありがとうございます。